はい、ゆめです。こんにちは。どうも今ですね、 SS コロンビアに来てます。はい、ダイニングルームはですね、料理のシステムが若干変わったということでちょっと来てみました。実はこちら SS コロンビア、コース料理だったのがですね、スペシャルメニューっていうことで、スペルセットか、セットになってしまったんですよね。昔の方がコースでね、肉の量とか選べてね、ゴージャスだったんだけども、セットになってしまいました。まあでもリーズナブルでいいですよね。なんかね、待ち時間ゼロで入れるとのことなんで、ちょっと行ってみたいと思います。はい、SS コロンビア、このやっぱアプローチがいいよね。はい、SS コロンビアやってまいりました。じゃあ早速行ってみます。はい、SS コロンビアはですね、前回仮装の時に来たのかな、だから10月なんで半年ぶりですね。楽しみです。はい、SS コロンビア来ましたよ。メニューをいただきましたので、早速メニュー紹介したいと思います。どこが変わったのか気になるよね。しっかりレポートします。こちらもうね、スペシャルセットっていう風になってしまって、昔のようなコースではなくなってしまいました。これは寂しい。前はコースでさ、スープがあったでしょ？スープなくなったし、あとローストビーフ何グラムにするっていうグラムで選べたりとか、あとこのローストビーフの一品つけるとかあったんだけど、それもなくなってしまいました。ただね、肉が苦手な人はね、魚に変更できるとのことです。あとこの肉にですね、一応エビもつけられますね。オマールエビがつきますね。で3600円と。それで大きく変わったのがね、まずね、セットにですね、スープがない。残念ですね。そしてドリンクがないんですよね。前はコースでドリンクついてて、しかもチェンジできたんですよね。だからキリンアップルティーソーダにしてね、食後コーヒーとかできたんだけど、ドリンクが別メニューになってしまって、しかもドリンクおかわり NG になりました。その代わりね、パンとライスのおかわりは自由ですね。うわ、残念。これは残念。スープないの本当残念。美味しかったのにな。あとこのローストビーフもね、何グラムにするとか、ローストビーフにあれ一品つけようぜって、メニューを自分で作れるあのワクワク感ね、気分の高揚がちょっとやっぱこれで半減だな。あとね、スペシャルセット以外、確か前もね、コース以外サーロインステーキとか、このセット以外のメニューもあったんだけど、今回もうこのね、本当にこのセットしかないんですよ、メニューが。いや、まあ結局ね、前もね、シェフのおすすめしか結局まあ取らなかったんだけど、かなり寂しくなったね。ちょっと食後にさ、このデザートと一緒にさ、やっぱドリンク頼みたいから、結局だから、5000円近くいっちゃうんだよね。はい、あとね、お子様セット、お子様セットは1790円、だいたい半額って感じですね。じゃあドリンクメニュー見ましょうか。はい、こちらドリンクメニューね。はい、ざーっとこんな感じ。はい、やっぱキリンだからちゃんとね、キリンのアップルティーソーダありますね。はい、逆にね、コーラはありません。さすがですね。はい、ビールも 1,2,3,4,5 種類ありますね。あとアルコールも、あとね、ワインもいっぱいあります。ちょっとワイン見ようか。ワインもいっぱいあります。全然わからないや、もういっぱいあるとしか言えません。すいません。はい、じゃあまあ早速フードを注文します。はい、今注文しました。でですね、俺ローストビーフ以外全く見てなかったなので、ちょっと今更ながらですね、ちょっとちゃんと紹介しますね。まずね、前菜がですね、エビとホタテのマリーね、であとクスクスのサラダと、コンソメのジュレ添えですね。なのでね、まあコンソメジュレも好きだし、クスクスのサラダも楽しみだしね。やっぱね、ホタテ好きなんで楽しみですね。マリネってことやっぱ生だよね。いいですね。その後お待たせいたしました。はい。セットの前菜です。はい。それがエビとホタテ貝のマリネとコンソメジュレ添えでございます。はい。ありがとうございます。と言ってる矢先にもう来ました今。もう一回紹介します。はい、こちらがエビとホタテのマリネ、
クスクスのサラダ、あとコンソメのジュレですね。はい、うまそうだね。はい、ではいただきます。はい、おしぼりもらえました。ありがたいね。何を言わなくても出てきたよ、おしぼり。気が利いてる、いいね。あ、しかもこのおしぼり大きいやつだ。ちょっとね、大きくて肉厚でちゃんとしてますね。さすがセスコロンビアだな。パンが2種類ございます。はい、こちらが米粉パンとバケットです。はい、こちらもおかわりが自由ですので、はい、最初は1列つながりでお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。パン来ました。ちょっとパン取るね。だよ。ドリンクのおかわりはできないけど、パンのおかわりは継続で本当よかった。いいカフェがね、パンのおかわりが NG になったので寂しかったんで、はい、SS コロンビアはパンのおかわり継続してほしいですね。今後もね。おお、パンあったかい。いいね。あったかいパン。本当いいわ。まずこのままプレーンでいただきます。うん、めっちゃ美味しい。すごいふわふわで焼きたてって感じ。すんごい美味しい。こっちの硬いパンもいってみるね。いただきます。お、硬いのも美味しい。やっぱさ、フランスパンとかもやっぱね、俺先っちょの丸いとこ好きなんで、この硬いパンって歯ごたえがあって美味しいよね。うん、美味しい。はい、では前菜いただきます。まずね、エビとホタテいってみようか。はい、じゃあエビとホタテにジュレ乗せていただきます。うん、セットのお料理を。はい、もうセットなんでドカンと来てしまいました。まあ全部揃っちまったね。やっぱちょっと残念だね。コースの方がやっぱ良かったね。全然気分の高まりが違う。前菜一口食べた途端にもういきなりメインがもう来てしまったので、まあ実質まあ定食だよね。まあいいや、まあ味はね、美味しかったら OK です。いただきます。はい、でも前菜美味しいね。すんごい美味しい。おお、コンソメジュレうまいね。美味しい。あとクスクスのサラダもちょっとどうなんだろう。クスクスとかめったに食べないよね。はい、クスクスです。あー、クスクスもね、歯ごたえがあっていいね。美味しい。あとはトマトとね、レタスと。じゃあトマトレタスいくよ。ドレッシングはね、ちょっと酸っぱいね。クスクスが美味しい。ちょっと早くローストビーフに住みたいんで、前菜早くします。前菜はね、もう注文したらもうすぐさっと出てきたんで、これはもう冷蔵庫で冷やしたのね。まあ仕方ない、こういうもんです。まあ美味しいんでいいや。このホタテとエビが本当美味しいです。これね、このジュレとクスクスのサラダを混ぜると美味しいね。混ぜて一緒に食べると本当美味しいです。はい、前菜完食ね。じゃあメインのローストビーフいきます。はい、こちらメインのローストビーフになります。結構大きいね。あとね、この塩でも食べてみてくださいって言われた塩があるんですよね。はい、めっちゃうまそうです。ソースはね、グレイビーソースになりますね。なのでこれ前回と一緒かな。はい、ではいただきます。はい、それではこちらソースにつけて、はい、いただきます。おお、美味しいね。いやー、なんやかんや言うてさすがだね。美味しいっす。いやー、これは美味しいね。ほんと美味しいです。クレイビーソースがほんと美味しい。いやー、パンと合うね。すごい大きい。これ何グラムあるんだろう。はい、あ、じゃあ2つお願いします。はい、パンのおかわり注文。あったかい、パンがあったかいのほんといいね。うわ、あった、ほんとあったかい。うわ、はい、ほんと美味しいです。
パンもビーフも本当美味しい。これね、ビーフが前みたいに何グラムって注文できないので、一人前何グラムなのかキャストにちょっと聞いてみようと思います。あと塩でって言ってたよね。ちょっと塩も食べているね。塩美味しいのかな。はい、塩作ってみた。いただきます。うん、塩もいいね。俺もともと家でたまにね、あの肉焼くんだけど、結構俺塩コショウですごいシンプルに食べるので、塩も全然いいね。ありですね。いや、パンがほんと美味しい。パンおすすめ。はい、肉やっとこれで半分ぐらいかな。パン美味しい。何回目これ俺言うの、これ。ちょっと付け合わせの野菜いってみます。これはミニコーンかな。いただきます。美味しい。あとはなんだろう、これサラミかな、違うな、これなんだろう、カブかな。いただきます。うん、多分カブですね。そしてマッシュポテトいただきます。マッシュポテト味がないね。ちょっとこの塩でマッシュポテト、あ、うん、塩つけると美味しいですね。パンがほんとうまい。もう4つ目もらおう。はい、今ですねローストビーフの量を聞きました。今回これは 120g です。でスペシャルセット の, あのオマールエビがつくやつね、あっちはねやっぱ 70g で少ないそうです。でこの120っていうのはね、でどれぐらいかというと、メニュー変更になる前のコース時代、コース時代は一番下のランクが 90g だったので、前回のコースの時の一番下の 90g よりかは若干 30g 増えてるとのことです。なので、うん、お得感としてはそうだな、120に増えたんだったらまあいいかなって気もちょっとするね。あとこちらのね付け合わせのね、このブロッコリー煮、こちらブロッコリーではなくブロッコリー煮ですね。いただきます。うん、美味しいね。パン4個目いきます。ちょっとね待たされるんだよね。その代わりあったかいんで OK です。このパンをねこのグレービーソースで食べるのもいいね。はい、パン5個目です。いやー、ほんとパンうまいわ。はい、じゃあこちら最後ね、終わってしまった。ではパンラスト、ラスト5個目ラストいきます。いやー、美味しかった。はい、ローストビーフ完食しました。うまかったです。ちょっと脂身残してんだけど、ちょっと脂身はちょっとですね、あのかなり胃もたれするのとちょっとやっぱ重たいのでちょっと残しました。すいません。はい、デザート来ましたよ。デザート右側はですね、ベリーとマスカルポーネの、クリームケーキ仕立て、左側ですねチョコレートブラウニーとオレンジクリームとのことです。確か前回のコースだとさ、なんか4つあるうちの確か2つ選べたんだよね。確かだから2人で行ったら4種類のデザートがねあったんだけど、もうデザートも固定になってしまいました。うーん、なるほどね。まあ上にね35って書いてあるんで、まあテンション上がりますけどもね。うーん、でドリンクもねおかわりできないのが本当残念ですね。まあ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 、はい、気を取り直していきましょう。はい、ドリンクはですね紅茶にしました。紅茶はちょっとティーバッグも十分かな。はい、ではいただきます。はい、紅茶いただきます。うん、紅茶美味しいです。じゃあいきますか。じゃあまずはねこっちのチョコブラウニーとオレンジクリームからいきます。お、オレンジが大きいの釣れたって感じ。いただきます。ブラウニー美味しいね。はい、じゃあブラウニー食べたので続いてこちらのベリーとマスカルポーネいきます。これはちょっと食べるの難しいな、縦長なんでね。いくよ。じゃあ
クリームをこうやってガバッと、おお取れた、いただきます。あ、美味しい。こっちの方がいいね。ベリーの美味しいね。ちょっとムースっぽいんだけど、でもね、ちょっと酸っぱくて美味しいです。うん、ベリーとマスカルポーネは美味しいかな。フルーツのね、口当たりがすごいします。ムースはどう、こっちのね、ブラウニーとオレンジクリームはどうかな。もう一回いってみようか。ブラウニー美味しいね。こっちはね、チョコレートの風味がすごい強い。こっちのベリーのマスカルポーネはね、このフルーティーですね。すごいすごいフルーツの風味が強いです。こっちはもうザ・チョコレート、こっちはフルーツって感じで、全く違う2種類のデザートって感じですね。デザート2個もいるのかって感じがしなくもないね。デザート1個にしてその分安くしてもいいんじゃないのかなってちょっぴり思うけど。はい、ブラウニー完食。続いてこちらのベリーとマスカルポーネのこのクリームいただきます。これね、デザートちょっと多いね。2つもいらないな、俺1個で十分だわ。ちょっと多いね。この35のチョコがなかなか取りにくい。はい、35取れた、いただきます。はい、最後ね。はい、デザートも完食しました。はい、 SS コロンビアのスペシャルセット完食しました。まあ第一印象はやっぱりね、コースじゃないのが本当残念だね。コースとセットってこんなに違うんだね。この気分の盛り上がり、高揚感が全然違うね。やっぱ一品一品ちゃんと持ってきてくれて、一つ一つ丁寧にね、説明してくれるのと違って、いきなりもうドチャッと来てしまうので、あれって感じがするね。やっぱコースって大事だなと思った。こうじわ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 っとね、やっぱ気分が盛り上がっていくので、やっぱ大事だね、こういうのって。で、味、ローストビーフ単体の味は、まあ、悪くはなかったんだけど、まあね、だってさ、スープがないで、どれにしようかなっていう、その選択する遊びも少なくなり、まあ、今回もね、セットっていうことで魚料理とね、魚と肉で選べるんだから、まあいいんだけど、選べてもそのぐらいでしょ。もうちょっとね、こう前のコースはいっぱい選べたし、スープあったしで、なんといってもね、ドリンクがね、コースに含まれてたからね、前回は。でそれでドリンクのおかわり自由でしょ。今回ドリンクもね、チェンジできない、おかわりできないし、でデザートも 4つの中から選べるじゃなくて、デザートもね、もう固定だったしで、美味しかったんだけど、かなりそういう点ではちょっとね、なんか満足度は下がりましたね。逆に良かったのは、パンのおかわりは残ったのと、ローストビーフが標準で 120g でちょっと量が増えた。結局俺ドリンク頼んだから、今結局トータルでいくらだ。あ、皆さんこちら3990円です。ギリギリ4000いってないね。あとはね、こう普通の高級レストランのようなさ、サービス料 10% みたいな、そういうね、理不尽なね、なんか上乗せがないのがいいね。テーブルチャージもないし、さすがパークだね。こういうところってさ、謎のね、サービス料がつくからさ、あと税込みなんでいいね。その点いいかな。こんだけ高級感あるのに税込みでサービス料なくてっていうところがいいですね。なんでおかわりできないけど、ドリンクでも紅茶込みでギリ4000円収まった。3990円なんで、まあまあかな。あとランチとディナーもなくなったね、そういうのも。なんで昼来ても夜来てもメニュー統一です。初めからね、こういうもんだと思えば別にいいって感じかな。昔を知ってるとがっかり感半端ないので、気持ちをリセットして、もうこういうお店なんだと思って来た方がいいです。そう考えると前は本当にサービス良かったんだね。で前がね、そうやって大盤振る舞いサービス良くて、今回こんだけかなりね、そがれてるってことは、もうやっぱりもう理由は明らかで、もう経費削減だよね。経費ってのはお金だけじゃなくて、手間だったり
あとというね、時間とお金のコストダウンだよね、やっぱ。あとデザートもさ、4つのうちから2つなんてしとくとさ、在庫が出て大変だもんね。もうデザート固定しときゃさ、それだけでね、相当経費削減になる。メニューもこのセット以外のメニューがもうないので、前はさ、シェフのおすすめとアラカルトがあったから、メニューもだいぶシンプルになるよね。なのでね、相当なこれね、コスト削減になってると思うな。はい、それもこれも全て、はい、皆さんご一緒に。5000億か。はい、こういうコツコツが5000億になるわけですよ。なるほどねって感じだな。はい、ちょっとね、最後少しチクルと言ってしまいましたけども、まあでも美味しかったんでいいですね。はい、美味しかったのと、もう初めからこういうもんだと思って食べる、それですね。はい、以上 SS コロンビアのイースターのスペシャルセットのレポートでした。じゃあね、バイバーイ。